横山光輝三国志にはアニメ作品が2種類存在する。一つは原作にほぼ忠実なテレビ東京版、これは1991年から放送され全47話赤壁の戦い終了までが描かれている。もう一つは1985年に放送された日テレ版のアニメ三国志だ。原作に横山光輝と記載されているが大胆すぎるアレンジが加えられている。以降ネタバレ注意です。趙雲は野党のボスで懸賞金目当てで劉備を狙っていた。関羽は幕城で呉軍に単身突撃し全身に矢を受けて戦死。敵だったはずの甲冑が関羽の救援に駆けつけて戦死。弔いで関羽の愛馬にまたがった張飛は単身曹操軍に切り込み曹操と一騎打ちをして戦死。そもそも曹操が肝心ではなくロシア系の血を引いていて金髪で青い目をしている。ウキンがなぜか女性で曹操に恋愛感情を抱いていて曹操をかばって戦死。天衣が毒手裏剣で関羽に攻撃してくる。最後は劉備と曹操の一騎打ちで終わりを迎える。どうですか、とんでも三国志。横山光輝原作とは一体。